開成高校の生徒、東大に受かる理由。皆さんこんにちは、キャッサイス TV の浜地です。キャッサイス TV の小林です。まあ、今回もですね、人気なちょっとテーマである開成高校について動画を撮っていきたいと思います。はい、実際の東大、あの開成高校の生徒って、まあ、すごく東大に受かる人数が多いんですけども、はいはい、実際なんでだろうってちょっと疑問があります。僕自身、はい、開成卒、東大卒ではありますけど、はい、やっぱり、まあ、開成に限らずね、やっぱ進学校の生徒が東大に受かっていくには、はい、まあ、ちょっとからくりはあるんだろうなと思ってます。うん、はいはい、実際そのからくりをちょっと聞いてみたいと思います。そうですね、実際どんなちょっとからくりというか、はい、どんなあるんですか、はい、理由があるんですか。まあ、当然一個誰でも思いつく理由として、はい、そもそも入学するときにだいぶ選抜をしているので、はい、賢い生徒が集まっている、まずそこがあります。ただ、まあ、勉強って積み上げなので、はい、例えば高1から一生懸命勉強すれば、まあ、東大とは言わずね、難関大学に受かることって、まあ、できるんですよ。はい、ただそもそもじゃあ東大って考えた時に、はい、なんで東大に行くのかっていうと、はい、やっぱり周りが東大に行くからなんですね。あ、なるほど。要はそのみんなで目指せば怖くないじゃないんだけど、はいはいはい、やっぱりこうクラスとか学年とかの風潮として、うん、やっぱり自分の周りに東大を目指す人がいれば、うん、自分もやってみようかなって気になるわけですよ。はい、ましてや先輩が実際にね東大に入ったとか、はい、ね、東大受験をするから勉強してるっていう姿を見ると、あ、自分もこういう風にやれば入れるのかなとか、イメージが湧くんですよ。はい、だからそういう意味で、だからちょっと表現としては難しいけど、はい、雰囲気あります。これは確実にあります。あともう一つは情報ですね。情報、はい、それはもう受験に対する情報。そうですか。だから普通の高校生やってると、はい、東大の受験情報なんてあんま入ってこないじゃないですか。はい、そもそも受験問題東大どうなのっていうのも見ないじゃないですか。そうですね。ただこう周りでそういう東大受ける人多かったり、はい、先輩が受けたりすると、うん、話聞いたりするわけですよね。はいはいはい、で先生も東大を受ける生徒が多い学校の先生は東大だとこういうもの出るよみたいな、はい、なんかちゃんとした分析じゃなくても、はい、簡単に言われるわけですよ。はいはいはい、例えば東大の数学は全部技術で文系なら4問理系なら6問出るぞみたいな、はい、あ、そうなんだっていうのをもう高校1年生の頭から知ってるわけですよ。大事ですね。そこは確かに違いますね。そういうのだけでも東大っていうものに対するイメージ、うん、まあ入試ですね、入試のイメージを持てているので、はい、そういう情報戦でも有利なんですよ。うん、あとはやっぱり塾行く人多いので、はい、そういう塾で聞いてきた話を学校でするとか、はい、やっぱり学年で1人しか東大受かんない学校だと、はい、まあ、受けてるのがまあじゃあ3人4人いたとしても、はい、そんなに情報って広がらないじゃないですか。はい、ですね。そう、だから東大行くような生徒が多い、まあ、開成みたいな学校だと、うん、もう何十人とか行ってるんで、はい、まあ、1学年400人いるんですけど、ひとつは100人ぐらいもうそういう塾に行ってるんで、はい、もう情報がこう広がってるわけですよね。あ、そうすると東大の英語ってこういう問題形式なんだろうなとか、うん、数学だったらこうだろうなとか、はい、なんとなくもうイメージを先に持ててるので、うん、なので取り組みやすいっていう情報戦のところもあると思います。うん、だってその情報知ってるか知ってないから結構勉強の仕方も違うんじゃないですか。そうそうそう、うん、そういうのが影響するんですね。しますね。なるほど。じゃあやっぱり小林さん的には、まあ、本当にこう、うん、東大を入りたいっていう人にとっては、はい、なるべくそういう進学校に入るのがいいっていう感じですか。まあ、もちろん進学校に入っておいて損はないと思います。はい、ただまあ人生でね東大に行くことが全てじゃないんで、はい、まあそれはそれなんですけど、うん、まあ行きたいのであれば、はい、そういうところを選ぶのはいいと思います。うん、あとね、大事なのはね、塾なんですよね。塾。すでにこのキャスタイス TV でも紹介してるんですけど、はい、東大に行く人が行く塾って、はい、まあもちろん寸大、河合、ヨゼミ、また東進ハイスクール、うん、そういうところに通う人もいるんですけど、はい、もっとニッチな塾があるんですよ。例えば、はい、鉄力会とかね、はい、まあ、前の動画でも話しましたけど、はい、あとは、平岡塾とかね、英語だと。あと理系だったら SEG、まあ、セグだったりとか、うん、あと意外に行く人には Z 会の、 教室、はい、通信の方じゃなくて、はい、Z 会も授業やってるんですよ。はい、そういう Z 会の授業と か、うん、だかちょっともう難関大学向けに絞ってやってる塾さんっていうのがあるんで、はい、まあ、今言ったの以外にもあるんですよ、いろいろ、はい、そういった塾を選ぶ人が多いんですよ、開成とかだと。でも知らないじゃないですか、普通の高校生だと。鉄力会、はい、何それ、聞いたことないんだけど、はい、ですね、ね、でしかもそういう塾って専門なので、例えば自分が住んでるのが、まあ、例えばじゃあ東京の新宿あたりだとしたら、はい、新宿塾っつっても一番上に出てこないわけですよ、インターネットで検索しても。だからやっぱりそういうところをそもそも知らないから入れないし、はい、入れないから情報も得られないし、はい、
っていうことになるんですよ、はい、やっぱり塾に行って一番大事なポイントってどのレベルを勉強するかってことですね、はい、東大行く人が集まってる塾に行けばもう東大を目指した勉強をやらされるんである種、はい、宿題もいっぱい出されて、はい、進度も早くて、はい、でそれになんとかなんとかついていくっていう形になるんだけど、そもそも普通にね自分の周りの人が行ってない塾に行っちゃうと普通に今まで勉強していたものの延長線上で実現できるようなレベルの勉強しか逆に言うと強制をされないので、はい、そこに甘えちゃうんですよ。だから必ずしも開成の生徒がとか奈良とか筑駒の生徒が初めからもう天才で、はい、みんな東大に行くなんてそんなことないわけですよ、うん、彼らも、まあ、僕もそうですけど、はい、もう苦しみながら逆転合格っていうのを狙ってやっていくわけですよ、はい、なんだけどその逆転合格するためのノルマというかね勉強量を課されないんで普通の塾だと、はい、なのでなかなかやっぱ受からない。なるほど。逆に言うとそういう学校に通ってれば、はい、そういうちょっとこう難しい塾とかに行く羽目になる可能性があるので、はい、そういうところに入ればいろいろやらされて勉強できると、うん、まあ個人的にはね、はい、まあ、そういう受動的なのってあんまり良くないだろうって思うんですけど、はい、まあ、実態はまあそうなっているというような感じでございます、はい、はい、ありがとうございます。というわけでですね、今回は開成高校の生徒がなぜ東大に多く受かるのかということを動画にしていきました、はい、まあ、今後もですね、開成高校のことについて動画を撮ってまいりますのでぜひご視聴お願いいたします、はい、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします、はい、で本日はありがとうございました。ありがとうございました。